はい、どうも、ジョイテです。はい、ロヘです。お願いします。ちょっと、今日お話なんですけど、はい、お話。はい、僕、先日、ぎっくり腰になったんですよ。老いを感じる。あんまり大きいこと言えないですけど、ぎっくり腰になって、まさかの、仕事中ですよ、はい。仕事中にぎっくりになりまして、ちょっと、カチャンとこう体が動かない状況が続いております。腰に来て、まさかの、力入らなくなって、この画面あるじゃないですか、もうフェードアウトするぐらいの、こうやって本当に何も見えてないみたいっていう感じで、なりました。で、この状況で、はい、ピピピなりつつ、こう会社携帯あるから会社に電話して、ちょっと腰が無理っす、やばいっつって来てもらって、そしたら、うちの部署のジムの人と課長と部長と総務の人とか別の人もいっぱい来ちゃって、で、この巨体どうやって持ち上げるかっていう事情まずこの巨体をどうやって持ち上げるかっていう話になって、どうするかっつって、会社の椅子があるから、丸椅子それを頑張ってこう持ち上げられて、持ち上げてこれこうやって、いやいや、俺がぎっくりになりそうね、せーの、これで、まさにこの状況こう持ち上げられつつ、こう椅子あるじゃん、座ってこうガラガラガラってこう、ほら椅子のさ、足がこうこうなってやつ、4本になってこうやってぐるぐる回る、回るあれでウィーンつって、で一応自分の席まで行きました。はい、からどうするかって会社の人がね、整形外科電話してくれて、行けますかってことで予約してくれて、会社の車来るまでずっと待ってた。来たと思ったら、またこう椅子、はい、でーつって行くわけですよ、玄関先まで、はいはい、で、車あるじゃないですか、ちっちゃいさ、車なんですよ、ね、で、そこをどうするかっつって、こうとりあえず立ち上がった。で、二人かかりでこう持ってくれて、そこからこうあって、車のさ、ドアあんじゃん、はい、開いてんじゃん、押し込まれるようにこうやってこうやって車に乗るっていうっていう事になりました。まあね、直後会いに行きましたけどわあ、本当に辛そうにしてましたからね、もうこうして俺上大丈夫かっつって仕事終わって夜に行った時、そうやばいわっつって、そうで、その車乗って病院着きました。そしたらもうすぐに車椅子が来ました。初車椅子っていう、松江でもなく、で、車椅子もちょっとこうなんか重そうなんだよ、ちょっと重そうにしてて、はいはいはい、すいませんっつって大丈夫っつって心配しながら乗せられて、乗せられてこう動かされる経験ないから、一切俺、まあ、俺がこう持ち上げる係やから、誰かにこう持ってもらったりするのが初めてで、こんな感覚なんだ、ちょっとこうなんか小息というか、ちょっと重そうやってるから申し訳ねえなって気持ちはあったけど、まあ気をつけてくださいっていう話。もうね、30だからね、30なんですけど、まあ、まだその30まだ若いっていう人もいると思うわけですよ、はい、けどちょっとね、ちょっと30歳にしてはちょっといろいろ進行してきてるんでそうだよ、バリウム飲む年齢になったんだよっていう、そう、バリウム飲んで絶対ゲップダメですよって言われながらやって、あ、ゲップしたねはい、戻してって言われて、もう一回っていうのがありましたよ、この間ありましたから。そうね、僕ら頭の中高校生の体力のままになってますけど、実際年取ってきてますからね。18歳の時からでもう12年経ってますから、俺なんか体は年取って頭の中だけ永遠と18歳だ。そうなんですよ、それがいけないんだけどっていう、そうまあ、というわけで、今回は腰を痛めて、はい、腰痛いの、まあ、ちょっとずつで良くなってますよ、良くなってるんで、やっぱなんか腹筋とかそっち系の弱さっていうのがあると思うんで、ちょっと腹筋しながら編集したいと思います。まあ、あと姿勢ですよね。姿勢もね、そう、編集どうしても多分ね、環境かな、パソコンこうあるじゃん、パソコンを多分目の前にしなきゃいけないよね、多分デスクチェアで、そう、ちゃんとデスクとかあって座って、こういう環境があるならばいいんだけど、基本的にこう座ると この辺にパソコンがあるわけですよ、うん、だからちょっとこう、どんどんこうしかも乱視だし、水れいし、改善しつつ、まあ、無理せずやっていきたいと思います。はい、なので皆さん、ぎっくり腰には注意、そしてバリウムの時はゲップをしちゃいけません。30歳以上の方限定で、ね、そうです、そうです、はい、
というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。腰痛危険。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。そうそう。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。